実況席解説の青木真也さん、そして岡田亮さん、宇野選手ですが、さあ選手ちょっとサイズ差が気になるかな。まあ8ヶ月、はい、最初は青木選手がねこの2人を結びつけてちょっとはいこれあったんだけど、なんかサイズ差が気になりますよね。こうリーチの差と、はい、そこが身長では平が170センチ、そして清水は158センチというプロフィールですが、170センチでねこの階級でやるんだからすごいですよね。なんか時代だなと思います。昔この170センチだったらもっと大きくしろって言われたはずなので、はい、時代が違ったら70キロで試合してもおかしくないかもしれないですよね。さあこれは決まるとすれば一瞬かもしれません。いやなんか始まる前は清水さんの圧倒的な有利かなと思ってたんですけど、この見合った感じだと平選手の間がいいですよね、はい、思ったよりも全然平選手が実力あるんだなと思いました。階級ではフライ級です。今回は水抜きなしということでバンタム級、はい、ですね。この大きさが本当に際立ちますよね。なんか前線が平選手がノックアウトで勝っているので、はい、この平選手打撃の選手のように思われると思うんですけど、やっぱ組がしっかりできているっていうところがこの階級でこの期待されるゆえんだとも思うので、こう組の展開も見てみたいですよね。このところ清水選手はあの世界戦以降は3試合連続のナックアウト勝利と、一瞬であの一撃で決まっていくというシーンをね何度も見させられましたが、まだ明確なパンチを出しているようには見えません。清水ちょっとこの清水さんがノックアウトしてもある程度の技量の差があってなので、競った時にノックアウトできるかというとまたそれは別の話だとは思うので、この最初の立ち合い見てると案外競る試合になるんじゃないかなと思ってます。さあ岡田選手、ここまでまだね、はい、2分程度ですが、はい、両者の動きどうですか、何か気づく方ありますか。いやお互いすごくいい距離感で戦ってますね、はい、で清水さん右がすごく自信あって、はい、KO パンチなので格闘技としての質が今までの試合と違いますよね。しっかりしてます。やっぱ平選手のこのすごく重要なポイントとして、この師匠というか先生が松根さんじゃないですか、はい、松根亮太ちゃんと組み技も作られてるし、なんか彼に習ってることでこの格闘技を舐めずにしっかりやれてる感はありますよね、うん、そこがなんか若い子にありがちなちょっとこうポップでやっちゃうとまた違うのかなっていうのがあるかな。まあ、1週間後には沖縄でプロの大会もあります。プロシュートの試合が控え、大会が控えています、ね、岡田さんはこの松根の、はい、見習ったりとか2人影響を受けてたことはあるんですか。 あります堅実にリスクを負わずに勝つっていうこの松戸メソッドを教えてもらったのは松江さんなんですよ、ね、やっぱそこがありますよね、はい、平達郎もそれを携えてのこれなんで、伸ばす雑にするなって松根が言ってるしね。さあ今のパンチの攻防ですが、清水は、まあ、青木選手見えてる感じですかね。お互いにまだしっかりできてる感じですよね。しっかり間が見えてる、お互いに間で、はい、間がいいですよ。お互い目がいいとかさばけてるっていうよりも間がいい、お互いに、うん、海かい。これです。ただ清水さんとしてはこのワンツーまでなんですよ。ワンツーローのところだと思うんですけど、あの飛び込みの一発だけなんていうのは平選手としてはだんだん読めてくるはずなんですよ。今バランス崩して腰をつきましたけれども、はい、ちょっと近くだったらそれをこうもう一回調整しました、ね、平が、まあ、ガードできているということですね、はい。さあ残り間もなく1分、しっかり平選手はなんか清水選手の背骨が見えてないっていうけど、そんなことなくて実はちゃんと見えてると思う。距離感はしっかりしてる。まだあのですね、平選手が左ジャブからローを狙うんですけど、そうなると距離が近くなるんで、はい、左ジャブからインローはちょっと警戒した方がいいな。それに合わせられる可能性がありますよね。そのあたりは清水さんに反射するか、スイッチのところ入ってくる。
まあ、今度はちゃんと間を切りました。いきます。あ、こんな競ると思わなかったです、正直。平選手の技量がある。さあ、1ラウンドが終わろうとしています。ただまだ瞬きできない。ほら、いや、青木選手、はい、最初にマッチメイクしたものとしての率直な感想でしょ。正直もう清水さんのワンサイドになるとは思っていたので、ここまで技量が競っていい試合になると思わなかった。すごい力量がある。あの平さんがしっかりできるというか、むしろこの期間が空いたことでしっかり作れてきたんじゃないかな。そのくらい若い時の8ヶ月っていうのは大きいんじゃないかなと思いますね。まあ、前回の試合がなくなったのも東京に来ようという、飛行機に乗ろうという直前の連絡だったと、はい、になってしまって、まあ、そこから気持ちを作り直して、まあ、なんて言うんでしょう、このザ・パラレスラー沖縄というよりも沖縄県全体の総合格闘技のジムが一緒になって、チーム沖縄というような形でね、今回の戦いに臨んでいるようにも映ります。さあ、岡田選手、はい、難敵清水清隆ですが、2ラウンド何か変わりそうですか、どうですか。おそらくどこかで一度テイクダウンに行ってみろっていう指示は出てるはずです。なるほど、ね、打撃を交えつつで揺さぶってくるはずですね。さあ、世界ランカー1位の清水清隆対3位の平達郎、第2ラウンドです。逆に平さんが組んでもいいと思うけどな。そうですね、うん、組も強いので、僕手合わせしたことあるんですけど、しっかりできる選手なので、はい、組が強いっていう。そうですね、組が強い。来た、来ましたね、やはり来ましたね。さあ、あ、取った、来た、テイクバック、バック、バック、早い早い、足を絡める、いいじゃん、来ますね。さあ、一本取る形ですが、これ組強い、グラウンドになりました。組が強いってやっぱね、伺ってたんで、はい、どうですか、ここまで青木選手。いや、ここでクリーンにバック取ったのはやっぱ組が強いって僕はずっと聞いてたんで、はい、それでここでバック取ったことを考えると、1ラウンドに打撃の攻防を繰り広げたじゃないですか、うん、そのくらい余裕と自信があるのかなと思いました。はい、あ、回りました、行った、あ、これ行くっしょ、これフィニッシュある、これ顎下になるか、あ、どうだ、動いた動いた、清水が察知した、ただ危険察知能力、これもう1回ありますよ、あります、ね、もし立たれてももう1回ある。さあ、まだ逃がしません、4の軸回れてるんで、これ立たれてももう1回、もしこれ離れても、はい、もう1回このグラウンドの攻防になった、組になったらもう1回同じことになると思います。清水さんは1点間違えたらこれ取られちゃうんで、かなり集中して、そうですね、はい、グラウンドの攻防はちょっとこれはやや平が上の方にいるかなという印象ですが、首に巻きます。あ、危ね、危ね、巻きます。先ほどはクラッチするときに清水がガクッと動いて、はい、難を逃れたという形だったんですが、今タスキの形をしっかり作れてないんですけど、はい、作りの形をしっかり作ったらいけると思いますね。これはで場所的にですね、もろ松根の前なんだよね、いざってなって思ってると思います。だってもう本当に目の前でいろんなことが聞こえてきますよね。いつも言ってるように、どうしようどうしようどうしよう、はい、右左右左ってこう、はいはいはい、道先、さあ、この腕を、この腕を前足で、シンさんは1本足外したいですね。さあ、さあ、そうそう、伸ばせ伸ばせ伸ばせ、伸ばせるか、腹ばいになるか、削る削る、それダメだ、立っちゃダメだ、立っちゃダメだ、立っちゃダメだ、危ないぞ、立つと危ないぞ、危ない、立つと危ない、もう一度、あー、フィニッシュある。さあ、上に巻いています。これ立っちゃダメなんですよ。よくないですか。立つと重力かかっちゃうんで、しまっちゃうこと多いんで、逃げれる可能性もあるけど、片足だけ外した、ほら、寝ます寝ます寝ます。さあ、もう一度来た。さあ、これは平もちょっとグランド自分のサイズを使いながら、入ってる入ってる、巻いてますよね。まだ2分あります。片手で締めれるはずです。2分あります。片手で締めれるはず。これ体が伸びれば締まっていきますかね。いや、僧帽筋をですね、はい、平さんは僧帽筋を掴んでキュッと締めたいですね。回して抜けました。ただ今度今足が抜けてたんですよ。これを何とかして上乗った。今度もう1回グランドで合わせて両足抜きたいけど、左足を入れたいですね。
平選手は今左足が抜けた状態なので、さあ向き直る、ただ上、これ初めて今日上の点攻防ですね、ガードの攻防になりましたね。取れなければ取れないでキープするのも上手い選手なので、跳ねのけるが果たすか、うん、ここは清水が一旦立ちました。残りは1分20秒。ただもうこれ支配時間とポジションでいうと、はい、このラウンド取られてるんで確実に、あの清水選手としては相当焦りが見えると思います。飛び込んでくるかどうか、はい、で清水選手としてはこの何か物事が起こった時に、はい、この状況判断とかこの対応ができる選手ではないので、ちょっとここでこうなんていうんだろうね、自分でこう試合をもう一回作り直せるのかっていうのは難しいところではあると思うんですよね。さあセコンドからも声がかかっていますが、清水平選手としてはこのラウンドをしっかり取ったと認識して左ジャブをつきつつ、もう一回クリンチ、来ました。ちょっと大振りで 雑でしたね。焦りが見えたのかもしれない。さあこれフィニッシュあるでしょう。本当に残り30秒、これ危ないと思いますよ。ここも気をつけないと、うん、ある、残り30秒だってやってるとキュッていかれる可能性あるんで、しっかりディフェンスしたいですね。ちょっと今あの左の大振りなんかは若干焦ったのかなっていう風にね、受け止めましたけど、はい、あのもう手がもうこれしかないってなると、はい、あの清水さんの傾向としては振る傾向にあるので、それに対して平選手が合わせる、そうなると3ラウンドも組んで振ってきたのに対して合わせるぞってなると、やや試合は平選手としては楽になっちゃうのかな。さあ2ラウンドはこのまま平が支配してホーンです。明確に取りました、明確に取った平が。そうなるとこれね、この次のラウンドの勝負がすごい楽だと思うんだ平は。これは清水としてはもう最後のあの大振りの前の時点で取られてるという状況が、はい、あの持ってる武器がですね、清水さんの場合飛び込む武器なので、はい、あの平選手としてはいいよ、じゃあその飛び込む武器に対して組んでやろうってなるんですよ、うん、もしかしてその今度飛び込む武器を使わないとなると、平さんが詰めて組むってなるんで、はい、平さん的にはすごく楽な、本当に楽な3ラウンドを迎えますよね。そしてそれだけ大きな2ラウンドを手にしましたよね。岡田選手、あと平が気をつけるべきとすれば右ですね。いけると思って勝ち気になって不用意に距離を詰めすぎるとか、そういうのにやっぱ気をつけたいですよね。冷静に戦ってセコンドの声聞きながら、そこに松根がいるっていうのが本当やだよね。そうですね、すごいしっかりしたこと言うっていう、お前打ち合うんじゃねえぞみたいな、しっかり組んでクリンチやるんだぞみたいなことをちゃんと言う存在がいるっていうのが強いよね。さあセミファイナル第6試合バンタム級で戦っています。フライ級1位の清水と、そして3位の平、2ラウンド完全に試合したのは平でした。下がって組みたくなくて前に出て飛び込んでくるのを捉えたいですよね。守りに入りたくないですね。そうですね、攻めて守りたいというか、やっぱローで反応してる、さすがだな。大きい、あそういうのを清水さんは狙いたいです。今みたいなのを狙いたいですね、打たせたい。平さんは組みたいな、いけるか。でもどっかのタイミングでドンってここまで組みが強いといくと思いますけどね。もうとにかくだって自信あるんだもん右に、はい、何人も倒しましたからね。清水さんは行くと思いますけど、平さんとしては組みの自信があるんで行くと思います。近い、おお危ない、組むと思います。ピョン蹴りを見せてきた、これからの左から右へ。さあその師匠の松根が見守ります。松根代表、さすがなんかやっぱ松根さんでいうとファイターとしてよりも実はコーチとして、はい、あの選手へのアドバイスとしてはそこが絶妙だっていうのが本当に面白いですよね。ファイターとしてじゃなくて実はコーチとして優秀だったっていうのが出てくるんですよね。来た、組んだ、ここですね。見てましたね、岡田選手見てましたね今ね。そこでここで平としてはもう一回自分からかけたいです。そうですね、自分から圧力かけたいです。でクレンチで持ってきたいです。でもガッツで、とにかくガッツを見せたい。リードしてるからとちょっと弱気になるとつけ込まれる。そこはやっぱベテランあるから、もっとちょっと近いな、ちょっと近いな。平としては清水さんとしてはナイスですよね。ここまでこぎつけた、はい、さあそこからガッとタイミング、ミドル
清水さんとしてはなんかつけ込まれるな。また距離が詰まっていく。さあプレッシャーをかける平。これ2人にしか分かんないと思うんですけど、はい、僕が見るに平選手ここまで立ち会うってことは倒されねえよっていう自信があるのかもしれない。さあ逆に清水が今組みに行ったか。はい、逆にだって毛をしちゃってるもん今。それが無敗の強みですよね。ああ失敗したことがないから、お前のパンチじゃ倒れねえよっていう強みがありますよね。倒されたことがないから心理的ブレーキがない。はい、さあそのあたりが何か分かれ目を作るのか。ただ岡田先生、やることはきっちりやってると思うんですかね、平はね。そうですね、はい、ただこれ最後ラウンドの終わりに山場を作ってこようとすると思うので、はい、清水さんとしたら、まあ、そこが狙い目ですし、はい、もう一回クリンチ、もう一回クリンチ、平はクリンチみたいな。来た、逆に合わせた。ここで熱くならないことですね。今も岡田選手当たったかなと思うような飛びた。やってきた、やってきた。クレンチ、クレンチ、タイラーはクレンチみたい。さあ青木選手の希望を叶えられるか。クレンチ、よし、だって勝てるんだもん、それの方が。どうする、なんか違う勝ち方を描いているようにも見えます。自信があるんだと思うんだよな。来たよ、来たよ、来たよ。大丈夫、ハイキック、残りは間もなく1分。でこんだけ体格差があるとちょっとクリンチの時はね、膝上げるだけで顔面の膝になるんで、それも怖いっすね。見えてます。どう、さあどうする。これはちょっとこれはここまであれだと清水が飛び込むか。難しいな、作れないと思う。清水さんは踏み込む。これは岡田選手、サイドは倒そうとしてるんですか。ああ、右が当たった、右が当たった逆に。狙ってますか。狙ってます。右狙ってると思う。ただ平もそれが分かってるんで、はい、あの平が右を合わせるじゃん。ああ、逆に当てましたでしょ、右合わせるじゃん。さあここで組んだ、バック投げる。残り時間は間もなく10秒。すげえなこいつ、強いわ。スルーして、肘ですね。そしてもう残りは肘だ。セコンドから打て打て、しかもパスも狙っていく。一つ声を出しました、平達郎。ちょっと本物かもしれないね。最後の瞬間抑え、ね、ガードから肘でもいいところを一つ超えようとしました。そうですね、超えていきました。なんかちょっと本物かもしれない、これは。あのなんか本当に強いかもしれない。今必ず右も合わせて返してるし、ちゃんと返しますからね。最後も右の飛び込みに合わせてますから。そうですよね、見てましたね、うん、だから2ポイントつくんじゃない、差が、ね、2ラウンドと3ラウンドで。ここまで明確に差が出ると思わなかった。思わなかった、清水君勝つかなと思ったし。いやー、さあ長男寮代表が声を枯らして清水は後押しをしました。終了結果をお知らせいたします。サベンディ花は30対27、サベンディ永瀬、サベンディ豊田がともに29対28、1ラウンドは清水さん、3対0を落として勝者青村平勝夫。これ強いな。強いですね。解説のお二人が揃って強いなという言葉で受けましたけれども、30対27が1人、そして30対28が2人、今もうフルマークで平が取っていますが、強いで、ね、これがなんか大木久保さんどうできるか、できるかどうか分かんないから、1回なんか暫定もあるし、まあ、なんかもう訳分かんなくなってんですよね、はい、いろいろチャンピオン試合しなくなって。どこの階級もランキングを見てみますと、11月のランキングフライ級です、3位が平、2位が内藤、そして1位が清水清隆、暫定チャンピオン福田龍也、チャンピオン大木久保というところです。こんばんは、ザ・パラダイス沖縄の平達郎です。まず清水選手、僕の対戦を受けてくれてありがとうございます。そして、ご来場のお客様、アメバ TV で見てるみんな、ありがとうございます。
こうやってランキング1位の清水さんに僕が勝てるようになったのも、チームのみんな、松井さん初めのパラエストラチームのみんなのおかげです。ランキング3位の僕がランキング1位の清水さんに勝ったということは、次のベルトをかけた挑戦者の椅子もらっていいですか。僕はシュートのチャンピオンになりたいです。まあ、今暫定チャンピオンだったり正規チャンピオン2人いるんですけど、まあ、統一戦が行われるのかどうか分かりませんが、次タイトルマッチで僕は試合したいです。そして来週にはシュート沖縄大会があって、僕のチューメイトもそこで試合します。皆さんツイキャスで購入していただいてぜひご覧ください。今日はありがとうございました。すいません、なかなかと。いや、青木選手、若いのにしっかり言うべきことも言って、はい、いや、なんかいらないですよ、短く短く、尺短くギャッてやってくれた方が助かるっすよね。そこは20歳でしょ。でも強いな、ちょっと本当に強いと思う。確かに青木選手が当初ね、この2人を引き合わせて戦わせようと思った時とは全然違う印象で終わったと。僕は清水さんの方が強いと思ったし、ちょっとなんか失礼だけど、ごめんなさい、舐めてました感はありますね。さあ岡田選手、はい、来週の沖縄大会の大きな弾みになったかなという戦いでしたね。そうですね、これ松根2世がまた上がってきて嬉しい限りです。1位の清水清隆を、3位の平達郎が安定で